今回は豊臣秀吉が天下統一するまでの流れと、なぜ秀吉が天下統一を成し遂げることができたのかを考察していこう。よろしくね。では早速解説を始めていくが、このチャンネルではどこよりも早くどうする家康に関する動画を投稿していくぞ。よろしくお願いします。まずは秀吉の生涯から見ていこう。秀吉は尾張の国愛知郡中村郷で、足軽をしていた木下八右衛門とその妻である中の子として誕生した。ただし生まれた年については定まっておらず、天文6年ではないかと言われている。その後15歳の時に侍になると言って生まれ故郷から離れると、遠江の国で今川氏の陪臣である松下氏に仕えた。また当時の秀吉は木下藤吉郎と名乗っており、松下氏から目をかけてもらっていたが、後に退転することになった。退転した理由については諸説あり、松下氏から優遇されていた秀吉は他の家臣から妬まれていたため、それを不憫に思った松下氏が秀吉に金を持たせて送り出したという説や、秀吉が金を盗んで出奔した説などがあるぞ。どの説が正しいんだろうね。これに関しては資料が少ないので何とも言えないな。ただ後の秀吉の活躍を考えると前者の説が正しいように思えるがな。つまり優遇されるということは秀吉が優秀だったことになるんだね。その通りだ。それから天文23年に秀吉は織田信長の奉公人として仕えた。その後永禄4年に足軽組頭まで上り詰めた秀吉は、足軽組頭として同じ長屋に住んでいた杉原貞俊の娘であるねねと結婚した。その後秀吉は様々な偉業を成し遂げていくのであった。秀吉の活躍をまとめると次の内容となるぞ。まず永禄9年に美濃の国の斎藤家へ侵攻する際に、敵前で一夜にして築き上げたという須の又城、次に永禄11年の観音寺城の戦いでは三造城に夜襲を仕掛けて落城させる。そして元亀元年の越前の国敦賀郡で起きた金ヶ崎の戦いでは、金ヶ崎の軒口という撤退劇を披露するなどだな。ものすごい功績だね。その後元亀3年に丹羽長秀や柴田勝家のような人物になると誓い、二人の名前を取って羽柴秀吉と改名した。また天正3年の長篠の戦いでは桐山城を攻め落とす活躍を見せるなど、これまで通りの活躍を果たすのだった。ここまでは順調であったが、天正5年に起きた手取川の戦いの際に作戦に関する意見の食い違いから勝家と揉め、秀吉は無断で兵を撤収したんだ。それはまずいんじゃないの。その結果勝家は上杉謙信に敗北してしまい、このことを信長に知られると秀吉は激しく叱責されることになったぞ。この時から秀吉と勝家の仲は悪かったんだね。失態を犯した秀吉だったが、同年に四義三条の戦いでは松永久秀の討伐に従軍したことで再び信頼を回復させるのだった。また四義三条の戦いを終えた秀吉は信長から中国地方攻略の命を受けることになった。その結果困難はあったが、なんとか中国地方の平定を進めることに成功する。しかしその矢先に思いがけない事件が起きるのだった。その事件とは天正10年に光秀の謀反によって引き起こされた本能寺の変である。この事件が起きたことを知った秀吉は信長の死を隠して毛利輝元と講和し、京都へ引き返しているぞ。そして秀吉は信長の弔い合戦である山崎の戦いで光秀軍に勝利を収めているんだ。天正10年に信長の後継者の選定と
医療の分配を目的にした清須会議が行われた。ただこの清須会議はさまざまな思惑が交錯することになってしまう。なんとか清須会議は集結したが、意見が対立した秀吉と勝家に古くからの確執も合わさり、一触即発の状況に陥ってしまうのである。その結果、天正11年に秀吉は近江の国賤ヶ岳で勝家率いる3万の軍勢と衝突することになったぞ。賤ヶ岳の戦いだね。そうだ、この戦いで勝利を収めた秀吉は本拠地として大阪本願寺の跡地に大阪城を築城することになるぞ。その後、小牧長久手の戦いが起き、秀吉の軍勢は兵力こそは優勢であったが、家康軍の奮戦により有力な家臣を失うのだった。最終的に秀吉は織田信雄と講和を結んだことで戦いは終結を迎えたのである。その後、秀吉は全国統一のために動き出す。天正13年に紀伊を攻略した後、毛利輝元や小早川隆景などの有力武将を組み込んだ10万の大軍を四国へと進攻させるのだった。その頃、朝廷では関白の座をめぐり、二条秋真と近衛信介が争っていた。この争いが起きた理由は、先に関白に就任していた秋真に対し、信介が関白の座を譲るように要求したためである。関白は成人した天皇を助ける形で政治を行う役職で、公家の頂点である御摂家と呼ばれていた一条家、二条家、九条家、近衛家、高司家のみがつくことができる役職だったぞ。誰もがつける役職ではなかったんだね。秀吉はこの関白の座をめぐる争いの仲介役として介入し、なんとか近衛家の養子になることで関白に就任したんだ。かなり強引な方法だね。その後、秀吉は四国を統一していた長宗我部元親を降伏させると、四国平定を完了させ、さらに小牧長久手の戦いの最中に信雄側へ寝返った越中の国薩摩成政の領土へ進軍を開始した。その後、信雄の仲介の末、成政を降伏させることに成功し、秀吉は紀伊、四国、越中を平定させることに成功したのである。秀吉は天正14年に扇町天皇から豊臣の姓を下賜され、その後太政大臣に就任したぞ。それから翌年の天正15年に秀吉は九州平定を行い、無事平定を完了させると、同年12月に全国統一の総仕上げとして総無事令を関東大宇地方へ向けて発令したぞ。総無事令とはどんな法令なの？総無事令とは大名間の私的な争いを禁止する法令のことだな。もし総無事令に違反すれば、改易や処刑などの厳しい処分が下されることになるんだ。かなり怖い法令だね。秀吉の強硬策に対して多くの大名は強靭の意を示したが、この矢先に秀吉の裁定を覆す事件となる名ぐるみ城事件が起きてしまう。この事件によって天正18年に小田原征伐が開戦することになった。この小田原征伐は北条氏が降伏し、小田原城が明け渡されることで終結を迎えるぞ。秀吉は自身に対抗する勢力をすべて従えることに成功し、天下統一を成し遂げるのであった。少し駆け足だったが、ここまでが秀吉が天下を統一するまでの解説だな。農民から天下統一を果たすなんてすごいね。そうだな、秀吉は戦国時代屈指の出世頭と言っていいだろうな。では秀吉は農民だったにもかかわらず、なぜ天下統一することができたのだろうか。さまざまな理由は考えられるが、一番の理由は秀吉がいつまでも出世欲を持っていたからだろう。おそらく秀吉の出世欲は
青年期の頃に高められたと考えられる。具体的に言うと、秀吉は15歳前後から東海地方で仕官先を探すが、もともと貧しい生活を送っていたことから旅費がなく、針を売り歩きながら放浪生活をしていたと言われている。つまり秀吉は武家に生まれ、将来がある程度約束されていた信長や家康とは違い、青年期の頃から自分一人で解決しなくてはならない厳しい環境で過ごしていたのだ。この環境下で絶対に偉くなるという強靭な精神と湧き上がるような出世欲がなければ、秀吉のような人物は誕生しないだろう。その他にも、秀吉は商売人として生きた経験から、商売人としての心構えや話術などを身につけるに至ったと考えられる。そして身につけた術を駆使して、一気に天下人になり上がったのではないだろうか。どうする家康では、出世欲あふれる秀吉を室強さんが演じる。室強さんの演技にも注目である。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。